55年前、 X が太陽に突き落とした宇宙の脅威。その悪夢の存在が復活し、地球へ襲来した。生命を無に返す強敵を前に、ジオが、そして地球が最大の危機に直面する。次回、ウルトラマン X 美しき終焉。ウルトラマン X 第21話、美しき終焉、監督の田口圭太です。いよいよ最終2話、前編後編の最終回になります。 X はもともとあの紫の物体、最終怪獣グリーザを、追って地球というか太陽系まで来ていたんですけれども、太陽に突き落としてウルトラフレアまで起こして倒したと思っていたんですが、なんと奴は生きていたと。最終話に向けて、ジオ USA とグリーザがまず交戦し、さらに日本に向かってくるグリーザをどう迎え撃つかという流れになっておりますが、最終回の怪獣ということで、今までにないことをたくさんやろうと思って、今まではちょっと割とウルトラマン X の中では王道というのをやってみたんですけども、今回は最終回、逆にとにかくおかしなことをやらせようと。で、現場的にももう爆発が毎回違うとか、合成的にも出すたび構成が違うとか、本来存在しない存在がそこにいることによって周りを壊れていくっていう怪獣なので、思いついたことは全部やるっていうか、思いつかないことをやるっていうか、そういう感じで攻めてみました。グリーザの放電攻撃に関しては、初代ウルトラマンの頃からスペシウム光線を作画していました飯塚貞夫さんが、再び作画、光学作画として、参戦していただいて、グリーザの光線を描いていただいています。シリーズ最終章ということで、大地とアスナの関係だったり、大地と X の関係だったりっていうのが、まあ、いろんな形で消化していく前編後編になっていくので、特に前編は X が、大地が最後は大変なことになってしまうので、それに対してみんながどう動いていくかと、で X と大地の関係もどうなっていくかっていうところが一つの見どころというか山場になっていくと思います。ウルトラマン X 第21話、美しき終焉、ご期待ください。